埋蔵金か。お前さがその噂を広めたんだよ、ごわそ。徳川の埋蔵金を小栗殿が江戸城より持ち出したと。まあ、嘘は方便さ。あの時はそう言うしかなかったんだよ。江戸城の蔵の中は空っぽだったんだからな。劇団めぐみの中竹奥人です。稽古もいよいよ1週間を切ってきまして、みんなの熱もどんどんヒートアップしてきてます。今回自分は2回目なんですけれども、ますます前回よりも素敵な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 ものになっていますので、そして今回 A と B と分かれても見どころも満載です。ぜひ皆さんのご来場お待ちしてます。これを最後に大切になされておいてです。中竹奥人でした。これでどうですか。